とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。来ましたね、季節限定のクエスト2つだね、今回は。おそらくクリスマス仕様の、まあ、サンタの服とかそういうやつになるんじゃないかな。まあ、とりあえず行きましょう。今回出てるのはハイブロックホール、そしてアンダーホールの2つですね。ハイブロックホールの方から行きましょう。あ、やばい、プラス20できた。プラス20じゃちょっと無理、あ、ちょっと無理だわ無理だわ、これ無理無理。はい、14まで下げてきました。14はレアのリロールが、おっと、3回なのでまだマシな方なのよね。ここぐらいだったらまあなんとかいけるでしょうって。めちゃくちゃ速いな、足。衝撃波がつらいね。衝撃波結構きついな。あ、ちょっと待って、相当強いね。14でも相当な強さ。わ、結構やばいかも。まあ、とりあえずある程度走り抜ける感じでクリアを目指していきます。あー、鍵か、鍵のところがね、嫌なんだ。ここは鍵は嫌なんだな。でナイトモードでしょ。オッケー。敵がね、蘇ってくるのよね、これ。欲しいんだよな、これ。おい、あぶね。はい、まあなんとかこれでクリア目指していきます。あれ、ここ最後って強制戦闘とかあったっけ。あー、戦闘がある。そうだった。いけるか。まあまあなんとか頑張ろう。うわ、嘘、マジか。やばい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 。あー、きつっ。ちょっと待って、これ雲とのね相性がここ悪い悪い。やっべ、やば。よし、オッケー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 、なんとかやるよ。よし、このロイヤルガードがね、なんとかなればいけるんだわ。ロイヤルガードがきつい。よし、オッケーオッケー。でもまだまだあるからね。結構ここ戦闘長かったんだわ。よし、あ、ナイトモードだから放置してるともうどんどん湧いてくるわ。オッケー。衝撃波はやめろよ。攻撃波がたくさん出てくると死ぬ、間違いなくやられる。よし、オッケー。初心を思い出してね、攻撃をしっかりと食らわないように。いい、来やがった。やべ、どけどけ。やべ、よし、オッケー。ちょっとエンチャントはやめて、エンチャはやめろ。うわあ、くそ、レイスいる。やば、やべ。よし、よし、あ、やべ。どこや、レイス。いやがった。うお、ぶね。レイス勘弁して。よし、ちょっとエンチャントもやめろ。うわー、やべ、あー、きつい。めっちゃくちゃきつい。あー、そうそう、こうレイスここ出るからね、つらいんだわ、レイスが。あー、なんだそこいるの。よし、オッケー。こう雲とレイスのねコンボやられた時がもうやべえんだ。ちょっと待って、一回逃げよう、一回逃げろ。
矢はまだあるね。うわ、危ねえ、バカ野郎、レイスバカ野郎。よし、行ったか。終わった？まだ？まだか。よし、よっしゃー、なんとかクリアしました。はい、1個目入手できたやつは何でしょうか。それでは一つ目の期間限定装備、これフロストスレイヤー。あ、167、結構強いよ。あー、なるほどね。スタート画面のところに載ってた剣だな、これ。 OKOK、 じゃあ次のところもクリアしてきます。二つ目クリアです。さあ、二つ目の期間限定装備。あれ、一緒じゃん。え？防具とかじゃないの？同じやつが出たね。あれ、期間限定これ。え、武器だけ？か？あ、もしくは、その日によって、防具も出る日がある。武器だけじゃないでしょ。まあまあいいや、とりあえず出たやつお見せします。フロストスレイヤー、ユニークスキルは追加ダメージだね。追加ダメージ、鋭利かな、追い打ちかな。ああ、追い打ちがついてるってことは鋭利だね。なのでこのダメージが4651だけども、これに、10% ぐらい上乗せされます。45000ぐらい最大ダメージじゃないかな。あ、56000。あ、結構上がるね。結構上がる。まあ、こんな感じです。体験だね。見た目はめちゃくちゃかっこいい。うん。あ、なんかもうちょっとスキルがついててもいいかなと思うんだけども、ちょっと物足りない感じだな。で、使い勝手はどうだろう。こっちのスキルはいまいちだな。こっちは追い打ちでしょ。追い打ち、まあ追い打ち重力輝きぐらいで、こっちはまあ使っていけそうだね。うん。まあ、今回は武器が出たんだけども、おそらく防具もあると思うんだよな。最初の画面の時に、狼の防具みたいなのを着たやつがいたので、それが入手できるんじゃないかな。はい。まあ、とりあえず今日はね、期間限定の装備、フロストスレイヤー。入手しました。この期間限定のクエストがレベルを選べるようになってよかったね。あの10月のパンプキンのやつ、パンプキンじゃねえなパンプキンみたいな装備だよ。うん、あれの時はね、レベルが選べなかったもんね。プラス20のアポカリプスプラスを行けみたいなね、そういう感じになってたんで、レベルを自分で選択できるようになって、だいぶ楽になりました。はい。またね、おそらく他の期間限定装備出ると思うので、まあ、それも動画に出します。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。